どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日はアミパラさんの方へ来ております。で、こちらの方ですね、クレーンゲームしていきたいと思います。それでは、やっていきます。はい、そしたらね、ソースカツですね、一口ソースカツ。こちらの方をやっていきます。まあ、普通にやっていきますね、一発目。ああ、いう形ですね。まあ、そうしたらまあ、これはもう、完全に手前側ちょっと狙っていきますね。まあ、そうしたら手前側やっていきます。まあ、これで落ちたらいいんですけど、よし、オッケーオッケーオッケー、理想通りに取れましたね。はい、そしたらね、一口ソースカス1、2枚をバージョンですね、こちらの方ゲットです。はい、そしたら、ね、次はワンピースのゾロですね、こちらの方でやっていきます。まず手前ですね。まあ、めっちゃ強いですね、爪。そしたら、まあ、次奥やっていきますね。奥やってみて、まあ、どんな動きするかちょっとやっていきますね。まあこれもあんまりゾロ取れてないんでね、僕ちょっと取りたいんですけどね。まあ次もまあ一緒のとこやっていきます。ああ、じゃあ次手前両爪でちょっとやっていきますかね。強いんで結構動いてくれるんでね、これ。あーですね。あ、そしたらまた手前ですね、キリやっていきますね。あー、これはちょっと失敗やな、ずれたな、ちょっと。そしたらまあ次手前左でギリギリやっていきましょうかね。いいとこには行ったで、これ強いで。あ、動くのは動く、すごく動く。まあ、そしたらまあ両爪でまあ出とるとこですね、ここを入れてみてどんな動きするか。あ、そしたら手前の角ですね、こちらやってみます。いけ。あ、次奥上げてみますか。で、手前にちょっと振るかどうか、上げる形でやりたいですけど。あー、あー、そしたらまあ手前の右アームですかね。いけ、うまいこと言ってくれ。 あんまりいいですね、こっちは今回は。まあそしたら次、まあ真ん中あたりじゃあ狙っていきますね。あー、強いなー、強いのは強いんだけどなー。次手前左爪でやっていきますねー。うん、やばそうやな。まあ、次また同じとこですね。あー、ちょっと沼ってるな、これは。これ沼りそうやな。そしたら次手前左爪でやりますね。うまいこと、どこになれ。まあそしたらここですね、ちょっと奥側をちょっとどんどんやっていきたいと思いますね。横になってストンと落ちてくれればいいんですけど。ああ、惜しいですけどね、ちょっと。まあ、一緒のとこですね、また気になります。あー、持ちはすごくいいんですけど、また一緒のとこですね、一緒に行きますね。うわー、やばいな、これはちょっとやばいくなってきたな。そうしたら次手前の方ですね、手前の方やって、もうこれ無理やったらちょっとまた諦めて、次違う時にまた撮りたいと思います。いや、ちょっとやばそうやな、ちょっとかな、結構詰まりそう、やめますね。あ、そしたら次、たこ焼きキャッチャーで、ラムのフィギュアですね、こちらの方ちょっと試しにちょっと4回ほどちょっとやりたいと思うんですね。小銭があるんで900円ぐらいやって、
どんな感じになるか。まあ今日の運勢みたいなもんですね。ああそうですね、タコキャッチャーは本当に運ゲーなんでね、実力もクソもないんで。あ、次2回目ですね、やっていきます。まあ行けるときはまあ一発でまあ行けるんでね、こんな運なんで。どうでしょう。ああ、おでも一つでも結構乗りますね。はい、そしたらね、次3回目、さあ行けるかどうか。玉のねすくいもね意外にいいんですよね。まあ、2つ乗ったら全然いいんでね。おお、いいですね。そしたら、ね、次最後タコキャッチャー最後4回目やってみます。さあ最後入ってくれ。腹かな、今日は運がない気がするんで。あー、ダメですね。そしたら次移動します。はい、次ヌードルキャッチャーですね。五条先生、術回戦五条先生ですね。こちらのヌードルソッパーですね、こちらの方取っていきたいと思います。さあどう動くかわからんな。これは確率機なんで。あーですよね、そうなりますよね。そして2回目ですね。あー失敗した。ちょっと連続で押してしまったな、これ。やっぱちょっと焦りすぎましたね。そしたら3回目ちょっとまたやっていきます。まあ行くどれぐらいでまあ確率くるかまあわからんですからね。ちょっとどんどんしていきたいと思います。お、あーめちゃくちゃ惜しかったんですけど、あそこでもう話してもうちょっと手前で話してもらったら完全に落ちとったんですけど、まあ、完全に実力やったと思うんですけど今の。まあ、そしたらね、そしたらね次4回目でまあ手前に引っ張ってこれれば。おお、いい形でなりましたね。そしたら次実力できやんかな。多分押してもいけやんで、普通にちょっと奥側を持ってみる形で。これで押し込め手前。あーもう強いね。あー、それじゃまあ普通に持つか。普通に持って確率つけよったらいいけど、まあフィギュアで来てない気がするけど。あーですよね。まあちょっと後ろも持ちがちょっと近したんで。次普通に持ってそうなんでちょっと持ってみていけるかどうか。お、いい形できたぞこれは。おおおおおおお、やった、取ったよかった。そしたら五条先生ヌードルストッパーフィギュアこちらの方ゲットです。はい、そしたらね、五条先生のヌードルストッパーこちらの方を取ったので、うちに帰って開封していきたいと思います。まあ組み立てることはないと思うんでヌードルストッパーなんで、そしたらこちらの方開けていきたいと思います。はい、うちに帰ってきたので、五条先生のヌードルストッパーフィギュアこちらの方ですね、開封していきたいと思います。はい、上の方開けてきました。開けたんですけど、かなり面積がちっちゃいですね。はい、そしたらね、ヌードルじゃないんですけど、箱の上にちょっと乗せました。いや、かっこいいですね、五条先生。すごくいいですね、やっぱかっこいい。そしたらね、今回の動画はこれで終了したいと思います。少しでもよかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。